こんにちは、山本道場の誠司です。はい、山本道場の千里です。はい、山本道場の一輝です。さあ、はい、今回から私が無理のない範囲で出ますよ。はい、ちゃんとやってました。何を？あんた動画見てくれてなかったん？見てくれてない。そんなどころじゃない、しんどくて。とりあえず私の体調わかりません。はい、まだ精密検査してませんから、はい、ただ治療は、続いております、はい、ね。なんと7月27日まで、ね、抗がん剤の治療の予定が入ってますから、まあ、そこまでは生きれるんじゃないかなという、ね、うん、ことでやっておりますが、はい、まあまあとりあえず私がいない間あなたたちがどうなったか、はい、ちょっと今日はそれをチェックしていきたいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。あー、なんか形は忠実に守ってますね。ただ見せようとしてますけどね。いや、もうこのポジションをどうやって説明してた？そのポジションを皆さんに動画で今師範に言われてこうやってますっていうのをどういうふうに説明してた？え、どことどこをチェックするとか。こうやってあげるやん、うん、そしたら、うん、カメラとカメラでこのヘッドと手がちょうど一緒になって、ね、うん、このシャフトが見えへんように、うんうん、見えへんかったら正解じゃないけど、うんうんうん、見えてないと、まあ、インサイドには入ってませんよね、うん、ちょうどこの位置ばっかり練習してましたから。球が全然当たった。これはね、皆さんね、この位置で、はい、いや、皆さんです。皆さんか。皆さんにあなたが説明したということなんで、私はちょっと責任を取らないといけないんで、はい、皆さんもこの位置を練習しようかなと思ってやったときに、同じことになってる可能性がある、はい、ちょっとダフったり、トップしたり、はい、ね、これで大丈夫なの。これ何のためにやってるかって言ったら、はい、ゴルフのポジションで、この前半のテイクバックのシャフトが地面と平行になるぐらいのところでヘッドがインサイドに入らなくなれば脱力がしやすいと、ね、いうことなんです。ヘッドが自分の体よりも後ろに行くとそこからこう前に持ってこなあかんから、いくら体の力が抜けてって言ってもそのどうしても力が入ってしまう。その部分も特にもう一木選手はもうスーパーがんじがら人間ですから、その要素をもう初めから取り除いておくとものすごくいいんですよ、はい、ただ、まあ、せっかくあなたその位置をしっかりこうやってるのにもかかわらず、うん、いや、もう正直言うてもがんじがらでボールがもうミスってますよ、うん、それはもうどうするんですかって話です。でもこんなに忠実に守ってんのになんでかもうわからん、うん、という人もいるでしょう。それはもう位置がね、あの解決してくれると思うとそうではないんですよ。まあ、もうちょっとあなたがんじがらのショットを見せてください、はい、でもここの場所は綺麗やろ。そうですね、ここだけ練習してんから。今日はちょっと皆さんに見てもらうのにちょっとこうなんていうかな、優しくというよりも、ちょっとシアン久しぶりに帰ってきて厳しいんちゃうのぐらいの感じで行くかもしれませんが、そこはいらないです。そう、うん、ちょっと噛んでるんですよね、うん、ちょっと噛んでるし、うん、硬いしね。じゃあちょっと続けて打ってください。これまだ私チェックした時フックしてましたからね。今もこうパッと見るとフックしたら何言われるやわからんから、なんとか頑張って。これもドローですね。これも
あのもうちょっとしたらドローになりそうな感じので、つなげると もっともっと手が多分上がってくる。手は止めたところのまま、そのまま止まらないで、そう、さあ皆さん、初めね皆さんパッと構えた時にあれこれ先っぽに当たってんのかなって思ったぐらいなんですけど、うん、これはやっぱり小さくしたことによって力入ってるわけですよ。で、手とか体の力が入ってると、まあ形は守っていてもやっぱ当たらんわけです。もう上半身の力だけになってしまってるという。これではもう何のためにこの、このポジショニングを説明してるかわからなくなります。で、皆さんこういうスイングのポジションがいいから、皆さんそのスイングをここを直そうとしている人がいっぱいいると思うんですけど、これでは説得に欠けるわけですよね。いいと思ったらちょっと引っかかるダフル、はい、これ簡単なことなんです。再構えてください、はい、はい、私がいないでチェックしてたポイント、はい、思い切ってやってください。せーの、はい、こう、クソ力入りまくり、こんなにガッと上げて、でここももう力入りまくり、この左脇、左腕がこうやって伸びていると、次どうするかと言ったら、もうこのここのブロックがくっついていると、もうここは窮屈だから、あとどうするかと言ったら、もうこのままこう、だどうしたらいいか、左脇開けて肘曲げてください。そう、で一回止めて、そんな上じゃない、そう、はい、それで打ってください。簡単に当たります。絶対に腕では振ってはダメなんです、はい、そう、左脇が甘いな、もっと上げてもいい、そう、これで伊津木選手はもう全く形を守りながら、もう手でクラブをコントロールすることができない。左脇も開けられてる、左肘も曲げられてる、もうあと残すものは下半身しかないわけです、はい、そう、一回止まってるからタイミングがどうしてもずれて右に飛んでるけど、これはいいですね。じゃあつなげて打ってください、はい、そうです、だからもちろん伊津木選手には、形をチェックするようにっていうだけをもちろん授けてたんですけれども、それまでには、ちょっと力を抜こうとしてた。でそこにポジショニングをうまくすることによってちょっとうまくなってたかも分かりませんが、またやっぱ力入ってたと。で力抜くのってやっぱ難しいんですね。なのでもう力が入らないことをもうやる、それはもう上半身ではもう、そう、左脇を思い切って開ける、はい、左肘を曲げる、
これはもう一番ベストです。しかも皆さんこうやって動画見ながら、初めのアドレスこそ左肘は曲がっているように見えるかも分かりませんが、スイング中左肘が曲がって打っているようには全然見えないはずです。はい、番手変えて、それナンバー9 7。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お